こんにちはです。今日はですね、ロックと深夜にお出かけしようと今準備中です。ロックは普段と違う様子を見てちょっとそわそわしてますね。どこ行くの？深夜にお出かけですか？一緒に行きますか？行く人なの。はい、ということでロック号一緒に行くことになりました。それでは6号に乗ってゴー。まずは四国を抜けて宝塚北まで来ましたよ。ここはお手洗いがとっても有名です。そしてどんどん進むと、なんととっても怖そうなものが出てきました。そう、ここは長島スパーランドですね。発狂しそうな。あれは基本的に絶叫系は全部ダメなので、ああいったものは乗れません。夏ですよ。本当にこの日はいいお天気でしたね。まだ雲が、あっちの方はまだ入道雲が。片側3車線、片側3車線、羨ましいです。ほら、木曽側だよ、パパ、見て、ほら、え、うん、こっちは木曽側、さっきとは何側かな。そう、ここで木曽川を見つけました。木曽川です。うん、大きな広い川です。いいね、この川いいね、やっぱりね。片側3車線、一気に都会だね。ちょっと羨ましくて2回も行ってますね。さあ、どんどん進んでいきますよ。本当に天気が良くて清々しい気持ちで運転をしておりました。やっぱ3時間かかるから1時やんな。現場で待ち合わせしてたら間に合わんやん。まあ、ゆっくり行ったから逆に、今回の計画当初は娘と御殿場で待ち合わせをしてキャンプを一緒に過ごす予定でした。ところがですね、娘の方がインフルエンザにかかってしまって今回は断念です。キャンプ場のチェックインにまだまだ時間があったので、ちょっと寄り道をしてみました。かなり気温が高い日でロックには靴を履かせたんですけれども、前足の方はどうやら途中で脱いだみたいで、ロック暑そうにしておりますね。今は日陰なのでゆっくり歩かせております。いつもと違う場所なのでちょっとロックはそわそわしておりますね。寝ないけどね。ああ、暑そうなところなのでちょっとロックとパパさんは早足になっておりますね。うん、あの日陰で止まるかな。あ、止まりましたね。やっぱりですね、肉球が熱くなったら本当に犬にとっては耐えられないものだったと思いますので、その辺は注意したいですね。靴が脱げとるから暑いんじゃないんですか？途中で靴はですね、私が拾っております。できるだけ日陰を歩かせているんですけどもね、なかなかないですよね、こういったところは。あの辺はちょっと水が散ってますね。わ、なんか急に冷たいのが来おる。あ、ミストか。そう、この辺はミストがかかってたんですね。ありがたかったです。
そしてまたちょっと暑いところを歩いてもらい、命も注意しながら進んでおります。すごいセミの音がしますよね。大丈夫？日陰に上手にパパは誘導してくれてますね。わお、ここで、あ、本当だ、わあ、すごい、すごいね、うん、あ、なるほど、ね、ちょっとあまりにも涼しそうだったのでもう少し下に降りてみたいと思います。うん、下に降りてきました。いかがですか。もうこの辺はですね、マイナスイオンの宝庫でしたよ。たくさんの観光客の方もいらしておりました。はい、白糸の滝ってとこなんですね。場所とかはですね、またよかったら調べてみてください。すごく素敵な写真が撮れたかなって思います。次はですね、キャンプ場に入る前に、ちょっとあまりにも暑かったので、このカインズっていうねところに行って涼んでみようかと思います。ワンちゃん用のカートがあったのでよかったです。ようこそカインズ。よかったね、ロックさん、カインズ来れて。本当涼しい。シュッシュッ、風邪ひかれんよ。もう涼しくて風邪ひきそう。大丈夫？すごいね。あ、ホームセンターというより、あ、なんだろう。ホームセンターだ。というよりホームセンター。うん、そうだね。ペット用こっちだ。あそこペット用品があるもん。ペットの絵もあるし。ペットの絵があったけど、あら、ペット用トイレとかってあるの？このカインズというホームセンターなんですが、私たちの地域ですね、四国の方ではあまり見かけないんですね。でも、関東の方の動画を見るとよく出てくるお店だと思います。よくいいね。よかった、よかった、すずだと。食品もあるよ。ん？食品もある。うん。食品。飲み物。飲み物だけやな。飲み物買わなきゃ。パパさん、ビールとかは？あ、あそこでいただく？富士山で。富士山の中で売っとるやん。受付のところで売っとることない？あのビール？うん。ビールはいいやん。いや、嫌なの。そうなの。嫌って言った。あ、後で買い物行った時に買う。あ、その方が、そうだね、そうだね。そうだね、そうしよっか。はい、キャンプ場に着きました。今回もですね、ピカ表富士さんに泊まらせていただきました。ナイフで切ったら、実はですね、ずっと後ろに雨音が聞こえているの分かりますか？すごい大雨だったんですよ。で、大雨の中だったんですけれども、まあ、受付まではですね、全然雨降ってなくって、本当に荷物を上げた途端に大雨でした。このピカ表富士なんですけれども、去年もですね、同じ場所に泊まらせていただきました。大変気に入っているキャンプ場で、富士山2合目標高1200メートルのところに位置します。高いところなので、もちろんかなり涼しい場所になります。犬連れの夏のキャンプとしては涼しい場所を選ぶっていうのが大鉄則になっております。
あと私たち四国からドライブ約12時間ですね。車で走ってこの現地に着くわけです。もともとアウトドアが得意な2人ではありませんので、テントを建てるっていうのも一苦労です。でもコテージじゃなくってテントで寝たい、そこで見つけたのがこのピカ表富士。もちろんですね、オートキャンプサイト、フリーテントサイト、コテージなんかもございました。その中でも私たちが選んだのがセットアップテントサイトです。ここが気に入った理由としては、床がですね、全体的に木、木目調のものと、あとコンクリートのものが売ってあります。あと屋根がついてるんですね。テントだけっていう時にはちょっと怖かったんですけれども、この屋根がついているっていうのが実は初心者の私たちにとってはとってもありがたいなと思いました。そしてこの日かなりの大雨だったんです。で、雷もひどくて、ちょっと本当に今も鳴ってますよね、音が。本当にかなりひどくて、自然慣れしていない私たちにとったらですね、普通のテントではとてもじゃないけど過ごせないような天気でした。遠方から来ているので、なかなか天気のことにまでですね、配慮ができないなと思いましたので、この屋根付きのテントサイトがとても有効だったんです。パパさんも慣れない手つきながら木を割っていただいて、今は着火剤を覗いていますね。こちらの焚き木も着火剤もキャンプの受付のところで販売しておりました。ちなみにですね、木を割る機械とハンマーのようなものがありますよね。こちらの方もセットアップについております。その灯油臭い着火剤を素手で持っているパパさんですが、大丈夫なんでしょうか。ですね、キャンプ慣れしている方から見るとですね、この動画はいろんなところで突っ込みどころがあるかと思いますが、まあ、初めてのキャンプとして楽しんでいる様子をですね、微笑ましく温かい目で見ていただけたらと思います。ちなみにですね、パパさんの子供の頃はですね、薪で、お風呂を沸かしていたということですので、まあ木は慣れてるんじゃないかなと実は思っております。ちっちゃいの下の方にいる、でこの真ん中に置いておく、火つけたらそのままあ、今はつけんけどね、うん、はい、今回の夕飯はですね、炭火焼き爽やかに来てみました。ここの一番のおすすめ、げんこつハンバーグを注文しております。今ですね、最後の仕上げで焼いてくれています。ソースはおかけしてもよろしいですか。はい、はい、ではミオソースをおかけします。ソースの羽が収まりましたらお召し上がりください。ご主人気になるようでしたらお気軽にお持ちしてください。ナイス1枚持ちます。店員さんがですね、手慣れた手つきで綺麗に焼いていただきました。こちらのハンバーグなんですけれども、静岡県ではとっても有名なところで、パパさんが言うにはですね、県民賞で出たということでした。皆さん知っていましたか。はじめはですね、御殿場店で娘と待ち合わせだったので、その御殿場店の爽やかに行く予定だったんです。御殿場店は特に人気で、だいたいですね、300時間ほど待ち時間があったかと思います。私たちは富士高岡店の方にお邪魔させていただきました。それでもですね、待ち時間約1時間ほどありました。待ってる間は近くのスーパーに行って買い物なんかをして過ごしましたよ。もちろんすっかりすっきり綺麗に完食です。なんかじーっとさ、本を見るやつがあるやん、気持ちわかる。
すっかりですね、日も暮れましたので焚き火をして過ごすことにしました。ロックもなんだかちょっと落ち着いてますね。寒くない？すぐ燃えてしまう木なんだね。もうすぐ燃えてしまう。これから燃料だし、長く火を持つため の、 あの木は買わなかった。あ、ライトがついちゃった。ごめんなさい。ここまでとなります。ですね、期待していた富士山見えなかったじゃんっていう方のために、次回の予告をちょっとだけ紹介。そう、あの緑のとこが切れたところぐらいが5合目、多分。で、そこまで上がれる限界。限界？あ、そこまで上がれるんだ。すごいね。多分あの辺やったと思うよ。なんかそこから上を見上げた動画があったけど、ああ、そうもうすぐあの赤い色のとこやったから。すごい、富士山って赤土？いや、それ火山灰やからね。あ、そうでした。ごめんなさい、忘れてました。